これで第5ゲームの迷路はクリアです。やったー。ここまでいいペースで来られましたね。いいペースどころか暫定でお二人が1位です。え、本当ですか？はい。最後はもう一度二人三脚をしてスタート地点の第2グラウンドまで走ればゴールです。わかりました、桃井さん。あと少しです。二人三脚頑張りましょう。鉄くん、幸せになろうね。ああ、はい。優勝してお祝いしましょう。出られた。ったく、めんどくせえ迷路だったぜ。青峰くん、キイちゃん。あれ、クロコッチとモモッチ。まずいです、桃井さん。急ぎましょう。せーの、間違え。クイズ研主催スタンプラリーも戦闘集団が戻ってきてもおかしくはない時刻となってまいりました。さて、1位を獲得するのはどのペアか。おお、とうとう1位のペアが第2グラウンドに現れました。先頭は黒子くん桃井さんペア。桃井さん、あと少しです。黒子くん桃井さんペア、順調な走りでゴールを目指しています。このまま単独トップでゴールか。おっと、ここで青峰くん、キセくんペアが現れた。足手またいはごめんなんすよ。黒子くん桃井さんペア逃げる。しかし青峰くん、キセくんペア早い早い早い。1212121212。おっと、追いついた。俺たちの勝ちだ。なんてことでしょう。ゴール一歩手前、最後の最後でトラップ発動。黒子くん桃井さんペア、青峰くん木瀬くんペア、捕獲網で中ブラリンだ。こんなところで。くそ、なんか嫌な予感はしたんだ。だったら前みたく避けてほしいっす。仕方ねえだろ、ゴール直前でそれどころじゃなかったんだよ。青峰くん、耳元で叫ばないでください。おっと、ここで第2グラウンドに新たなペアが到着だ。あれは牧藤君、それに菅原さん。哲君、知ってるの？クラスメイトです。おい、このまま行くと牧藤と菅原ってやつらが。あーゴール！優勝は牧藤君、